JR 西日本キハ127系気動車、越後ときめき、鉄道 ET122 系気動車越後ときめき、鉄道 ET122 系気動車は、越後ときめき鉄道の気動車である。一般車両及びイベント兼用車の基本番台と、リゾート車両の専番台が存在し、本項では基本番台を中心に扱う。いずれも西日本旅客鉄道のキハ122型をベースに、新潟トランシス新潟事業所で製造され、直江津運転センターに配置されている。2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間延伸開業に伴い、この区間に並行する在来線がいわゆる並行在来線として経営分離された。このうち新潟県内の区間にあたる北陸本線、飯振駅、直江津駅間及び、信越本線妙高高原駅、直江津駅間は、新潟県と沿線自治体などが出資する、第三セクター鉄道の越後ときめき、鉄道へ移管し、それぞれ日本海翡翠ライン、妙高和根馬、ラインに改称した。本系列は、この移管に伴い日本海翡翠ライン向けに、申請、投入された車両である。日本海翡翠ラインは移管以前から電化されているが、糸魚川駅梶屋敷駅間のデッドセクションを境に、糸魚川方が交流電化、梶屋敷方が直流電化と電化方式が異なっており、加えて輸送密度が北陸新幹線金沢延伸に際しての経営分離区間の中でも特に低いことから、越後ときめき鉄道では高価かつ最短でも2両編成を組まざるを得ない。高直流電車の維持コスト等を考慮し、運営移管後の日本海翡翠ライン内及び、直通うさぎの愛の風と山鉄道泊駅、市振駅間は、基本的に、泊駅以西と系統を分断し、気動車による運転とすることとした。しかしながら、市振駅と直江津駅間は、区引きトンネルをはじめ、約6割がトンネルであり、一部の沿線住民から、万が一火災が発生した場合は危険性が高い、などとする反対意見が寄せられたことから、越後ときめき鉄道では、JR 西日本の協力、新潟県の補助を得て、当時の JR 西日本の一般型気動車で、最新系列となる、キハ122型をベースとした、新造車両を、計8両導入することとし、一般車両6両、イベント兼用車両2両が2014年10月から翌年3月にかけ新造された。このほか、リゾート車両として計画されていた気動車2両も、本系列の専番台として2016年に落成している。なお、導入にあたって、キハ122型が所属する JR 西日本、姫路鉄道部では、越後ときめき鉄道の社員の研修を受け入れている。一般車両。イベント兼用車両は8両すべてがキハ122型と同じ両運転台車であり、変運転台車は設定されていない。各部の基本設計も共通であるが、キハ127系を運用する姫路鉄道部が、新潟トランシスへ要望した改良点などを反映するなど、マイナーチェンジが行われている。なお、車体デザイン、内装デザイン監修は、越後ときめき鉄道のトータルデザインを手掛けた、川西康之が率いる株式会社一番線が手掛け、イベント兼用車両は、川西らに加えて、長岡市の長岡造形大学との産学連携で、沿線地域出身の学生が外装デザインを制作している。車体は骨組み、外板等にステンレス鋼を使用したオールステンレス車両であるが、運転台部のみ普通構成である。乗務員室は貫通構造となっており、他車との連結の際には運転室側を仕切ることができる。客用扉は片側2カ所に押しボタン式の半自動両開き扉を設置しており、ステップは配されている。連結機は電車と同様の密着連結機としている。外装は一般車両は日本海の美しい波を表現したデザイン、イベント兼用車両はET122 から7が、ベニズワイガニやアンコウなど魚類をあしらった、日本海の海中を流れるようなデザイン。ET122 から8が、越後ときめき、鉄道2路線沿線3市の市花である、白根青い椿笹百合をあしらった3種の花をモチーフにしたデザインがそれぞれ採用された。運転台左側に主幹制御機、右側にブレーキのハンドルを配置した横軸にハンドル仕様であり、運転上はワンマン運転を実施するため、それに対応した設備を搭載している。運転台には車両情報制御システムとして搭載されている TICS のモニターが設けられている。客室一般車両は車内の座席脇派122型と同様転換クロスシートを中心に一部ロングシートを設けた構成となっている。座席のモケットは日本海をイメージした青系統のものへ変更されている。優先席部については JR 西日本と同様の JISZ8210 準拠優先設備各種のピクトグラムが配されたモケットである。窓部の優先席ステッカーは新造当初は JR 西日本のデザインだったが、携帯電話利用についての案内を混雑時は電源を切る呼びかけに変更した際に、首都圏私鉄各社共通のデザインに変更されている。定員脇派122型と同様の113人である。イベント兼用車両は、車内の座席を対面式、ボックスシートに変更し、各ボックスに着脱可能なテーブルを設置することで、イベントなどの利用に対応できるようになっている。モケット柄は、上杉謙信が愛用したと言われる、金銀ランドンスを日本海に、新潟県の花であるチューリップを3種の花に採用している。ロングシートは設けられておらず、定員は106名に減少している。沿線の走行環境に合わせキハ127系より体幹耐接構造を高めたほか、前景のようにトンネル区間が多いことから、燃料タンクを二重構造にして、燃料漏れを防ぐなど安全性を高めている。走行機関としては、下級機及び9機冷却装置付きの小松製 SA6D140HE-2 を1台搭載する。コモンレール燃料噴射システムと1気筒あたりの給排気バルブの総数を4つとした4バルブ方式を採用したことで、排気ガス中の窒素酸化物や売煙などを低減している。このほか空調装置などのサービス用を電源装置として、エンジンの駆動力を利用した発電機と整流装置が搭載されている。空気圧縮機はベルト駆動式である。台車は、キハ127系と同型のボルスタレス台車であるが、形式不番がメーカーによるものとなっており、前位よりには二軸駆動式の動力台車、後位よりには付随台車を配置する。ブレーキは、機関ブレーキ、排気ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキが採用されており、台車ごとの制御が行われるほか滑走防止機能を持つ。基礎ブレーキ装置は、同軸が踏みづらユニットブレーキ、主軸がディスクブレーキと踏みづらユニットブレーキの併用となっている。冷房装置は集中分散式のものを各社2台搭載する。保安装置については東日本旅客鉄道が使用している ATS-P 車上子を搭載する。なお、2017年9月10日に ET122 から8が ATS-P を採用する北越急行北北線に入線している。電気連結機装備後の ET122 系2016年度より連結機の取り替え工事が行われ、電気連結機が装備されている。2017年1月頃よりトイレ設備のある側を日本海翡翠ライン内で山側とする方向転換が実施されていたが、同年6月頃より元に戻っている。本系列は、京編成と呼称され、日本海翡翠ライン及び愛の風と山鉄道線の普通列車の大半に1両編成で運用されるほか、朝と夕方の通勤通学時間帯を中心として2両編成の運用がある。2018年3月17日ダイヤ改正から、妙高姉馬、ライン直通列車とその前運用として、直江津駅、新井駅間でも運用される。イベント兼用車両は、通常時は普通列車として運行しているほか、臨時列車や貸切列車としても運行している。また、2017年9月10日には、北越急行北北線の開業20周年を記念した臨時列車、ホクホク鮭ラバーズ号として、ET122 から8が、北越急行ホクホク線へ入線している。ET122 系1000番台、越後ときめき、リゾート雪月下2016年4月23日運転開始のリゾート列車、越後ときめき、リゾート雪月下用の車両である。エンジンをはじめとする主要機器類は一般型と同じで、あるが、外見、内装は大きく異なり、一部ハイデッキ構造の片運転台車両である。日本産業デザイン振興会の2016年度、グッドデザイン賞、鉄道友の会の2017年、ローレル賞などを受賞した。ありがとうございます。